ロシア軍攻めあぐねるが戦果なく退去も。ウクライナ東部戦況。ウクライナ軍の参謀本部は3日、ロシア軍との激戦地の一つとなっている東部ドネツク州の最新の状況に触れ、バフムート市の攻防でロシア軍の攻勢をウクライナ軍が押し返し、目立った戦果を阻止している状況にあると発表した。ロシア軍は北西部から同市への侵攻を試みたが、ウクライナ軍が反撃し、押し戻したと報告。ロシア軍はバフムートから約30キロ離れた村落の成功で攻撃を仕掛けたものの、その後前線から退去したと述べた。バフムートの北方や東方も似たような状況にあるとし、これら方角の一部地域で交戦が続いているとした。参謀本部によると、ウクライナ軍は東部から入り込むロシア軍を標的にした反撃が可能な体制にあり、強力な下方攻撃で損害を与え、撤退に追い込んでいるとも主張した。ロシア軍はドネツク州アウディーウカ市への攻略も企てたが、成功せず兵力の損失を受けて後退した。同一を砲撃し、戦術的に有利な陣地などの確保に失敗したと述べた。一方、ウクライナ政府当局者は3日、ドネツク州でウクライナのゼレンスキー大統領が義務付けた州民の退避作業が始まり、避難民を乗せた最初の列車がポクロウスキーへ出発したとした。ベレシチュク副首相によると、列車は3日朝、西方へ離れたクロピューニツキーに到着。列車には移動手段が限られていた女性、子供や高齢者が乗り込んだと述べた。ウクライナ国鉄によると、今回の最初の列車の乗客は136人だった。同州の親ロシア当局の責任者も住民の避難作業の開始を発表。列車は2日おきに午後4時半に出発するとも語った。出発地はポクロウスキーで、行き先は1カ所での停車を含め、クロピューニツキーとした。ゼレンスキー大統領は先月下旬、ロシア軍の攻撃でエネルギー源供給網が崩壊し、冬場をしのげない恐れがあるとして、住民避難の義務化を命じていた。核に対して慎重になりつつあるロシア、その背景を国際政治学者が指摘。国際政治学者で慶応義塾大学教授の神保健が8月5日の日本放送に出演。ロシアの核使用の可能性について NPT の再検討会議でロシアが慎重な方向に触れていると指摘し、ウクライナ侵攻の数ヶ月がロシアにも核の重さを再確認させたと指摘していました。8月6日の広島原爆の日を前に、ロシアのガルージン駐日本大使が4日に広島市の平和記念公園を訪れ、原爆慰霊碑に献花した上で、ウクライナでの核兵器の使用を否定した背景について解説した。ウクライナ侵攻の数日後に、プーチン大統領が、ロシアの戦略核部隊を特別警戒態勢に挙げ、あからさまな核の脅しを NATO 側にかけるなど、ロシアは核保有国で最も核を使いやすい国となっている。核兵器を使う準備があるとか、世界の終わりに導くつもりとか、という脅しが一方的にあって、他方で今、ニューヨークで開催中の NPT の再検討会議では、ロシア側の発言は慎重な方向に揺れている。それは不思議な現象だが、ウクライナで戦争が起きているにもかかわらず、アメリカのバイデン大統領側も、ロシア政府側も、2026年に延長しなければならない新スタート条約の見直しにまんざらでもない雰囲気になりつつある。それだけ核というものが重い問題なんだと再確認する数ヶ月だったかもしれないと語った。スパイ出身のプーチンがウクライナ侵攻において決定的に見逃していたこと。メディア研究者で東京大学教授の吉見俊也氏によると、空爆論メディアと戦争が刊行された。吉見氏によると、空爆とは殺害の一つの手段であると同時に、上空から人々を俯瞰、計測、支配する眼差しでもある。そして、
戦闘機やドローンの登場といった技術の変化とともに、こうした眼差しのあり方や人を殺すことのリアリティの変容が生じてきたのだという。スパイと俳優の間にあるもの、両世界大戦期と21世紀では戦争の概念やそれを取り巻くメディア、技術的環境が根本から変わってしまっているから、かつての戦争観を今更のように持ち出してきて、その正当性を押し通そうとすれば、どれほど強力な独裁者でも歴史によって厳しい判定が下されることになる。ウクライナへの軍事侵攻をめぐる様々な報道を通じて明らかになっていったのは、ウラジーミル・プーチンが鉄頭鉄尾旧 KGB の冷徹なスパイであったこと、1990年代の大混乱後、2000年代以降のロシアを見かけの上で立て直したのは、そうした KGB 的な論理を徹底させることによってだったという陰鬱なる事実だった。実際、プーチンは大統領就任以降、一貫してロシア国内の情報統制を強化してきた。政権はテレビ局の経営を事実上支配し、放送から政権批判を一掃するリベラルなネットメディアを外国勢力の手先と名指しし、存在の危機に追い込んでいった。さらに、政権批判を続ける記者を様々なルートを使って殺害することも厭わなかった。こうして2006年には、ノーバヤ・ガゼータ紙の記者で、プーチン政権批判を続けてきたアンナ・ポリトクフスカヤが射殺された。この強権的で抑圧的な体制は、彼がクリミア半島の一方的併合を行う2010年代半ば以降さらに激しくなり、2017年には政権に不都合な NGO 等を外国の代理人に指定して監視・規制を強める対象をメディアにも拡大。2019年には政府がネット通信を一元管理できる主権ネット法も施行された。そしてウクライナ侵攻後、2022年3月4日にはロシア軍の活動について当局がフェイクとみなした情報を報じた記者に最長15年の禁錮刑が科されることになり、ロシア国内のメディアは当局の発表以外の情報を報じることがほぼ不可能になった。ここに貫かれているのは、情報は統制・操作されるものであるという信念である。プーチンはこれまで、冷厳なスパイイコール大統領として、敵対者の抹殺や批判の封じ込め、国内での情報統制と対外的な傍聴活動を効果に進めてきたが、その政治的目標はあくまでロシアイコールソビエト帝国の再興にあったから、独裁者としての地位の安定に満足していたわけではない。だから、帝国復興の野望が危うくなれば、彼は1990年代にチェチェンでしたことを繰り返す可能性があった。しかし、おそらく彼に見えていなかったのは、21世紀の最初の二十数年間で、どれほど世界の情報、メディア環境が根底から変化してしまったかではなかったか。プーチンの時計は1991年のソ連崩壊で止まっている。彼はその時計の針を前に戻そうと努力してきたが、しかし世界は21世紀に入り、そのようなプーチンの思惑をはるかに超えて変化してきたのだ。この変化から目を背け続けることで、ロシアの失われた10年は失われる半世紀になる。メディアのパラダイム転換。世界の情報基盤はすでにあらゆる国境を越えてつながり、地上の至るところ、また、はるか上空の衛星軌道上から発信される膨大な情報が容易に統制不能な速さで流通している。この変化を支えてきたのは、国家というよりも一人一人のユーザーである。ユーザーたちはつながり、様々な独自のネットワークを形成している。だからこそ、プーチンは多くのアメリカ国民の心の隙をついて、2016年のアメリカ大統領選挙への介入に成功したのだが、その同じ環境は彼を追い詰める方向でも作用し得る。このメディア総本のパラダイム転換を、プーチンは情報統制や諜報的な操作可能性の視点からしか理解しなかった。
しかし軍事侵攻後、実際にウクライナで起きたのは、そうした統制や操作の限界をはるかに超える発信のうねりと、全世界での爆発的な流通だった。すでにロシアを除く大多数の国々の人々が連日主張してきたように、ロシア軍の無差別攻撃を受けるウクライナ各地から、市民がスマートフォンで撮影した様々な映像、破壊された街並みや逃げ惑う人々、民家に着弾したロケット弾や負傷した市民、路上に散乱する黒焦げの死体の映像が送信されてくる。それらの一つ一つがウクライナで起きていることを刻一刻と世界に共有させている。しかも今回はこうした草の根的な情報だけでなく、高精細の衛星やドローンによる画像を含めてかなり多くの画像情報がオープンデータとして共有されているから、世界各地の市民活動家や IT 技術者がそれぞれデータを加工し、現地の状況を可視化することが可能になっている。こうした中でウクライナ政府はスマホ上の通信アプリテレグラムにロシアの戦争を止めろという専用窓口を設定し、市民がロシア軍を目撃した場所、時間、何を具体的に見たかなどを送る。その情報をウクライナ軍が精査の上作戦に役立てるという仕組みを立ち上げた。ウクライナ全土のどこで何が生じているのか、ロシア軍はどのように移動し、どこで何をしているのかについての情報を、軍の情報網が有効に機能していないロシア政府よりもはるかに正確に把握しようとしているのである。さらに彼らはロシアの戦争犯罪を証明するためのサイトも立ち上げ、国民にロシア軍による市民への攻撃や人権侵害について写真や動画、具体的な被害状況などの情報を求めているという。彼らはモバイル時代のメディア環境をフル活用しており、史上初めてスマホが武器として使われているというのも誇張とは言えない。